最高峰を見るとそれはいつだって挑戦したい気持ちではいたんですけども、今回セラ選手の条件に当てはまったのが自分だったということで、ようやくこのチャンスを手にすることができました。もちろん今日のクレアさんのシングルを見ていて、絶対もう簡単な道ではないのは分かってるんですけども、あんなこと言われてピアジェ全体を舐め腐ったようなあんな態度を取られて、やっぱり黙ってられないので、私が必ず取り返してセラ選手にも、そしてピアジェの全選手に認めさせるぐらい、そんな気持ちで向かっていこうと思ってます。絶対にあのベルトピアジェに取り戻して、そして私があのベルトを掴んで勝利した姿を皆さんに見せたいと思います。パワー、テクニック、もろもろそれはやっぱり劣ってるのは分かってます。ですがそこが弱点かなって思ってます。自分がその隙をついて、相手を絶対に油断してるので、隙をついて取れるところでがっちりと隙あらを取っていく形で本当に丸め込んでいきたいと思います。